NHK 受信料でお困りの方は NHK 等コールセンターにご連絡ください。インターネットでは NHK 撃退アプリや NHK に受信料を支払わない方法を教えるサイトもご用意しています。ぜひご活用ください。皆さん、この映像をご存知でしょうか。女性問題や違法賭博、詐欺、薬物など芸能人の闇を暴き世間をにぎわわすガーシーこと東谷義和です。芸能界ひいては政界の腐敗を国民の皆さんに広く知っていただくために今回 NHK 党から立候補しています。タレント D の未成年の飲酒およびセックス行為。今ご覧いただいたのが芸能界の悪事を暴露する YouTuber ガーシーです。ガーシーは真実を訴え続けていますが、未だテレビはガーシーの訴えを報道しません。テレビは国民の知りたいことを報道するメディアではありません。テレビは核兵器に勝る武器です。テレビは国民を洗脳する装置です。テレビは権力者に都合の良い放送しかしません。この腐り切ったテレビの王様が NHK なのです。さて、年金で生活している皆さん、受信料を支払うのはやめましょう。我々 NHK 党は年金生活者の受信料の無料化を実現してまいります。すでに生活保護の方は受信料の支払いが免除されています。年金で生活している皆さんの受信料を支払わなくても良いように制度を変更することは当然のことですよね。所得が少ない年金生活者の皆さんから NHK は年間2万6000を超える受信料を集めています。年金受給者も生活保護受給者と同じように受信料を支払わなくても良いようにしてまいります。すべての国民の皆さん、受信料は支払わなくても大丈夫です。万が一 NHK と裁判になっても我々 NHK 党がすべて対応させていただきます。国民の多くが NHK の受信料を不払いすることによって NHK をぶっ壊すことができます。あなたの大切な一票を NHK 党に投票していただき、多くの国民が安心して受信料を支払わなくても良い日本にしていきましょう。